吉谷さん、今回ね、さっきまでその IT 系のベンチャーにこのインタビューを頼まれててね、インターネットで Zoom でそのインタビューをやってたんですよ。で、その中で、まあ、久保さんの考える普通の人にはない自分独特の体験とか思い出って何かありますかって聞かれたんで、まず一発目に私は YouTube で生計を立ててるんですけどって言い始めたんですよね。まあ、そうすると、その参加してくださってるその審査の方がですね、5人ぐらいいたんですけど、若い方が5人ぐらいいたんですけども、まあ、皆さんすごく興味を持ってくださってね、私の YouTube を検索してくださいました。だからこれ見てると思うんですよ。ありがとうございました。先ほどはお疲れ様でございます。という形でですね、私はあらゆる機会を持ってチャンネル登録をさせるためにいろんな依頼を受けたりとかね、メルマガの1年間で2万人の読者を集めるのと一緒ですよ。もう目の前でね、こうやってスマートフォンは人が持ってるでしょ。目の前の人がこうやって話を伸ばして、これで登録してくださいってやるんですよ。で、今回のインタビューもね、久保哲郎で検索したら私の動画出てきます。チャンネル登録は1万4000人ぐらいいて、これで暮らしてますっていうわけなんですよね。で、テーマはお金の問題解決その他ですっていうふうな話をすると、やっぱり来て見てくれるのかなと思いますしね。今見るとチャンネル登録ビビッと増えたんで、あ、チャンネル登録してくれたんだなと。その会社にいる方がね、5人くらいいたんで、まあ、ちょうど7人くらい増えてたんで、そのタイミングじゃないかなと思いましたね。まあ、ということでね、あらゆる機会をチャンスに生かすためには、自分が何者なのかってことを常にね、発信できるようにしておくってことだと思います。私は、こんにちは、隠居の久保です。もしくは、速稼塾の久保ですって感じですよね。ご職業はって言ったら、お金の問題解決するための動画を出してますみたいなね、速稼塾って運営してますとかね、まあ、いろんな方法があると思うんですけども、結局は私がどっちに向かおうとしてるのかってことは一目瞭然になってるわけですよ。私は恋愛の問題解決しますなんてことはなかなか言わないですからね。まあ、たまに言ったりしますけども、まあ、そういった形でね、どっちに向かうのかを自分が決めてないと、それこそね、自分以外の人はもっと分かんないよっていうことなんですよ。だから、この商品持ってます、これがいくらです、あれがいくらですっていうふうにビジネスマンだったら最初から用意しておかないと。そしてその商品を買ってくれそうな人のその方向に向かってですね、いろんなアプローチかけていかないといけないのに、それこそね、収入が低い方に高いものを売るための、ね、セールスをしたら、やっぱり一生懸命やってもなかなか売れないですからね。それこそお金が余ってる人に投資の話をするとすんなりといくところがあると思いますから、やっぱり自分の持ち味と、それから求めてる人のニーズとこうマッチさせるような作業がね、この、集客には必要なのかなと思いますけどね。まあ、そうは言ってもね、私はチームは吉谷さんも私もですけども、まあ、このペースで動画を発信しててね、で興味を持ってチャンネル登録してくださった方がいるみたいな、なんかね、面白い関係だと思いますよね。通常はフォーカスしてペルソナとかやるんですけども、私たちペルソナ全くやってないというね。ペルソナは教えるけど自分たちがやってないというね。まあ、でもコミュニケーション取ってるうちに、だいたいチャンネル登録とか、繰り返し視聴してくださる方の特質が分かってくるんで、話す内容っていうのは決まってきますよね。そういうところもあってね、実はね、最近ね、サラリーマン YouTuber って方がいるんですけども、その方にご相談いただいて、サラリーマンをやりながら副業やってるんだけども、今ね、副業をもうちょっとね、色濃くしていって、1年後の今頃は年収500万ぐらいになっておきたいんだっていうわけなんですよ。じゃあ私はその方に、対談、 Zoom の対談でまずは知ってもらおうよってことでね、今度申し込むことにしてるんですけども、まあ、言ってみれば私と吉谷さんも毎日対談してるもんですよね。なかなか面白い体験だなと思いましたね。じゃあこれからね、そのサラリーマン YouTuber さん、J って方なんですけども、いっぱい出てくると思います、私の話の中にも。要するに、サラリーマンとして YouTube をしている、もしくはビジネスをしている人でも、サラリーマンを辞めてないってことは大幅な理由でですね、たくさんの理由で、所得が低いってことなんですよ、その副業の。だからその所得が低いのを、少なくとも月収50万ぐらいにして、会社を辞めれる体制に持っていくっていうのは、今回のプロジェクトになるのかなと思うんですけどね。さあ、どんなことになるでしょうか。サラリーマン YouTuber、50万円じゃない。年収500万を目指す旅、こんな感じで速稼塾のテーマも1個増えたかなっていうところでございます。まあ、何にしてもね、そういうことをやりたいっていうふうにアクションを起こしてくれた人がいたから、私がこう一緒にやりましょうっていうふうな返事ができますんで、だからアクションを起こしていくことだと思うんですよ。一人でダメなんだったら声をかけて、一緒にやろうっていうふうにね、やっていくことだと思いますよね。まあ、やってみればいいんじゃないですか。やれば答えが出ると、やらねば答えが出ないということでございます。いってらっしゃい。